皆さん柔道制服学科って聞いたことありますか柔道制服学科は柔道制服師を育成する学科ですそれでは柔道制服師って一体どんな仕事をする人でしょう柔道制服師は、えー、町で見かけます接骨院整形外科または介護施設などで働く医療系の国家資格ですではなぜ柔道制服師には柔道という名前がついているんでしょうか時代は江戸時代に遡ります その頃柔術が流行していましたその柔術には2つの方法があり1つが相手を倒す殺法そしてもう1つが相手の怪我を治す活法この2つからなっていますその殺法が現在の柔道と発展しましたそしてその怪我をした人を治す活法これが伝承されて柔道征服術になっていますこれは切骨院でのある日の出来事です 治療頻度の高い患者さんがある時、混み合った接骨院で待っていると待っているだけで治療もしていないのに膝の痛みが楽になったと言って今日は混んでいるから帰りますといった事例がありました後日話を聞いてみると接骨院の独特の匂いを嗅いだだけで膝の痛みがすーっと楽になったと言っていましたえもともと私は心理学を勉強していましたのでこれは条件付けが発生したのではないかと考えました 条件付けとは、パブロフの犬で有名なレスポンデント条件付けがあります、えー。犬は餌を見るとよだれを流します。メトロノームの音を聞かせて餌を与える。これを繰り返していくと、あるとき、メトロノームの音だけを聞いただけで犬はよだれを流します。このように繰り返された、えー、同じ経験をしていくと、関係のないその直前の刺激によって正規の反応が起きてしまう。 これが接骨院では起きたのではないかと考えましたこれは我々の日常にでも存在します例えば梅干しやレモンの画像を見たり想像したりすると口の中に唾液が溢れていることがありますこれがその条件付けです医学の世界でも証明されていますメンソールの匂いで血糖値を下げるインシュリンの効果を条件付けした例がありますそこで私はひらめきました 接骨院での治療効果を条件付けしたら、スポーツの最中や旅行中など、治療ができない状況下においてその治療効果を発揮できるのではないかと、現在その研究を進めています。我々人は様々な潜在能力を持っています。その潜在能力を引き出し、治療、スポーツ、介護に生かせるのが我々柔道施設士だと考えています。